どうも、生涯収支マイナス2億円くんです。昨日の動画でですね、まあ今日の高松の宮記念の予想を発表しまして、その結果見事外れましてですね、僕がもし馬券を買っていたらめちゃくちゃ負けてたことになるんですけど、買いました。馬券を買いました。ボケー！ああ、ちょっとひどかったな、今日は。いや、正直狙いは惜しかったけどな、そんなん言うてもしゃあないげー。メイケイエル、どこ行ったんじゃ言われー！お前さ、舐めんなよ、競馬。ん？お前、やから言うてな、電話して、お前、給料日でテンション上がって、お前。なあ、24日の金曜日。メイケイエルかかっとんねん、あれ。何しとんやい。最初のかかって、で、途中からもうおらへんがな。どこ行ったよ、お前。おい、自由解散ちゃうだおい。全員で早めにゴールしてから、お前。散っていくね、お前。自由解散しとるから、途中で。どこで自由解散しとんじゃい？メイケイエル、何着や、あいつ。メイケイエル。エール足りてへんねん、お前。な、俺の一着固定の本命や。お前、12着やねえけ。なあ。何をしとんじゃい？ほんで、ファストフォース誰やねん！誰やねん！ 12 番人気の地方のファストフォース？やばいやんか。トゥラベスーラは惜しいな。対抗であげてたからな。トゥラベスーラ13番人気やったんや、結局。うわ、トゥラベスーラの副賞でよかったんか。いけたな。言ってもしゃあないげ、こんな。対抗で一応トラベスラ名前挙げてたんですけど、ファストボースわからんなぁ。ボケナスがナムラクレアね。ナムラクレアにナランフレグにややこしいの。平城京、平安京か、こいつら。なぁ。ナムラクレアもおって、ナランフレグもおる。うん、いや、お前ら平城京、平安京か。まだ俺、どっちが泣くようで、なん、どっちがなんとか、うわ、むすいわ。なぁ。3連単7000倍ぐらいついてる？ええー、なぁ。じゃ、1億円かけてたら7000億円ってこと？めっちゃでかいな。正直もう、なんでしょう。4月末、その、デカ納税する日が近づいてんのに、今こうやって大金はたいて競馬してるってのはどういうことかっていうと、もう、足らないんですよ。勝たないと。でもあと4週あるよな。大体。あと4週のうちに、蹴りつけないと、蹴りつけられちゃいますので。はい。死なないように頑張ります。まあ、僕は競馬を引退しますが、皆さんは続けてください。来週もまた見てくださいね。じゃんけんポン。